そういう動きをすると強いチームのディフェンスはめっちゃ楽やねんか。切れていってもらったりとかあったりして次の場所行くときにこんな感じやから分かる。で、勝ち入れる、これで見る相手に行くとも、みんなに対して何に入れたら、はい、で、そうだ、バーって全国にもらえる、そしたら全国で出てるよな、出てくるところからバーって勝ちました。こういうプレーをパッと行こう。カッティング早い切れのパッティングはなんで、カッティングダッシュ、ドリブルでダッシュの人を取られました。やりたい目的はあのパス出した後のカッティングとかのスピード、だからハーフコート入ってからの走りもちょっと遅いね、全体的にこういってディフェンスおんねんけど、これを例えばビューンって全力で手上げてしっかり走り込むのか、金田も多いやろ、こういう感じのこれやったら全然意味がないねんか。で、そういう動きをすると強いチームのディフェンスはもうめっちゃラッキーやねんか。なんでやったらこっちのカバーにだいぶいけるやん。こいつがパス出して見たら回ろうとしてんねんって必死になったりとか、パーンって見せてくれたらこっちに注意注がれるよ、このディフェンス。で、なおかつここからだいたいみんなこんな感じやろ、切れていってもらわれへんかったりして次の場所行くときにこんな感じやんか。わかる？ここを頑張って走るっていうこと。だからどういうことが出てくるかっていうと、で、カッティング、はい、飛び込み行く、入れへんけども次リンダに対してナリングに切れたら、はい、で、そうだ、バーって全力でもらえへん、そしたら全速で出てくるよな、出てくるところからパーンって出ました。こういうプレーをハーフの中でずっと全力で走っとけって言うわけじゃない。ポイントしっかり休むところと走るところを、作る練習。今コーナーとウイングとここに5つ置いてあるやん、ペットボトル。ほんまカラコンあったらええねんけど、カラコンないからパス出したらあそこまでとりあえず全員、はい、バーって手上げていく。で、次誰か補う、補ったら次コーナーは相手のどっちでもいいの、コーナーで回します。で、返すとする。ならパス出したやつがパスアンドボ、はい、一旦読んでバーッと飛び込んでいって、はい、で、次相手の、例えば山本が補う、はい、パス出して、ならリンダが次まずまっすぐ同時方向に切れて深見が次のとこ行ってる、はいはい、山本が切れるところを見て、はい、いいよ、出したら切れる、はい、重なってる、誰も重なってんやったら戻ったらいいな、はい、で、こうなってきたら詰まってくるから、例えば、あ、向こう展開したいのだと思ったらドリブルで1個切れるのは構わないか。わかった？わかった？はい、で、14秒やります。4箇所で展開する。